今日は8月の2日花壇の様子を見ていきたいと思います。まずはホタル袋からですね。ホタル袋はまあここが一番ね大にぎわいしてますね。でここ小田巻もね大にぎわいしてきてます。でなんか小田巻のちょっと色違いなんでしょうか。ちょっとただ赤ちゃんなんだっけ、ちょっと緑っぽい青っぽい葉っぱがありますね。その隣のエボルブレスさんも随分と広がりました。なんか真ん中がここがね剥げてる気がするんだけど、この切り戻しとかしたここら辺とか切ったら真ん中で咲くのかしら、分かりませんけど咲いてるのでこのまま放置ですね。さあその隣はラムズイヤーですね。ちょっとこれあれ雑草で中パギ砂というか土で汚くなっちゃいますね。ちっちゃい葉っぱもあるんだけどなかなかここは大きくなりません。さあ第1のアナメロは、まあ、変わらず背が大きくなったかなといったぐらいですね。ブロックがまあ半分と1、2、3、うんと半分 4個分だから80センチなのかな、大きくなりました。さあ前回死にかけていたユーフォルビアさんですが、ずいぶん結構ね切り戻ししたことで復活してきました。葉っぱがねいっぱい出てきてくれましたね。やっぱりね水がね多かったんだよね。うん、よかったよかった。新しい葉っぱが増えてきました。これユーフォルビアさんいつまで持つんだろうね。秋までは持つのかな。さあスーパーベランさんはおー大にぎわいしてますね。なんかこれもなんかどん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 広がって真ん中が剥げていくみたいなね、そういう現象が起こってしまっております。これもね短く切ったらいいのかもしれないけど、まあ咲いてるのでねそのままそのままです。さあ第2のアナベルはこれもね背が大きくなってきて、なんか横に広がるんじゃなくて縦に伸びてきてしまいました。このお花もだいぶドライになってきてたので、ね、なんか今度台風が来る前に切っちゃおうかな。頭でっかちだと倒れちゃうからね。でこれはフォックスリータイム。タイムもこの前切ったけどね元気ですね。第3のアナベルはこれだけねなんかビヨーンってなっちゃったけど、おお随分大きくなりました。でじゃあ咲かないかなと思ったんだけど、このギリギリね可愛いアナベルが咲きましたね。やっぱり色がね全然違うよね。これ随分前に咲いて、これもね今度台風とか来る前に切り取りたいと思います。その隣のキャットニップはまあ大にぎわいですね。ただねこうキャットニップあんまりね私の趣味じゃないお花が咲いてるので、といったぐらいで、冬になったら枯れるのかしら、どうなんだろう。で問題はこちらですね、サグラスバニーテイラさん。これ土壌がいけないんだよね、水はけが悪い土だと思うので、これもダメかもしれませんね。だからといって今の時期に植え替えするとそれはまた死んじゃうかなと思うので、もう秋までここに放置したいと思います。でさあこちらは壁際の花壇でございます。壁際の花壇、ラムズイヤーは7月の時に切ったまんまであんまり伸びてないですね。いつもねこのね大きさっていうのかなを維持してくれるといいんだけど、あんまり大きいとね困っちゃう。でサルビアネムロースさんも形がね悪くなっちゃったんだよね。もうこれでもまだ良くなった方なんだ。で新しい芽も出てきてて、セミの抜け殻もくっついてます。で隣のこれもダメですね、枯れてます。隣のね紫色のネメシアは
大にぎわいしてます。力マシアオレアさん、ちょっとなんかここら辺がねハゲちゃったんだけど、お、いいな、にぎわってます。ちょっとこれをこうなんていうのかな、向こう側にやればいいのかな。お、いやダメだ、もう一回かね。こちらのフォックスリータイムはあんまり元気がないように感じます。なんかね、根元の方がね、あんまり葉っぱがね、くっついてないんだよね。ほら。あんまり根元の方には葉っぱがついてない、ね。先端だけしかついてない。あまり元気がないのかな。で、こちらのリキマシアオレアさんは、枯れてしまいました。もうずっと放置してたんだけど、ダメなので。あ、もう取れましたね。でアイスキューブさんも変わらず元気ですね。さあこちらは一日中日の当たる花壇です。ひとみそも変わりありませんね。100均で買ったミニひまわりは全部咲きましたね。そしてなんとここめくるとね、種もでき始めてます。来年育てるかどうかわかんないけど、このままね種取りします。なんかね、葉っぱがねもしゃもしゃね食べられてたんだよね。カマキリ虫だけ、なんとか虫に食べられて葉っぱにも虫がついてます。さあこちらはあれ何が終わってたかな。もうね何もなくって、オダマキが夏越せそうな、またつぼみできてるんだけど、どんだけ頑張るんだこの人、でバードウォーターキャンディアさんもまあまあ元気で、ティーフィニウムさんがカッサカサになってますが、この人も夏越ししそうなのかな、なんか元気ですね。奥にあった金魚草は全部刈り取って、チリセージもまあまあまあ元気ですね。花柄を切っても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 終わらないんですね。これはもう放置しよう。